時代の間なんですが、私たち結成して18年目になりました。結成当時とあまり変わらない動きができるのも、やはり全員が踊ることが好き、また体を動かすこと、それから踊ることが好き、そして楽しんで毎週1回はもう2時間なんですが練習しております。また気持ちを一つにして踊るということが大事なものですから、これも普段のいろいろなお茶を飲んでる間とか、そういう時でもやっぱり気持ちを一つにしてやるっていうことが大事なので、いつもそれを心がけてやっております。今このコロナの時期で見られないんですよね、どこも今何もなくてね。ですからね、ちょっと寂しいんですけれども、やっぱり練習だけはしようっていうことで毎週やっております。今日もね、会場の皆さんに元気のリズムをお届けできればいいなということで頑張って練習してきましたので、最後までよろしくお願いいたします。では次は冬美の騒乱です。
晴らしい応援ありがとうございます。